こんにちは、ベビーモデルの藤井幸です。今日は GU で1週間コーデを組んでみました。スタイリストさんのカトリナさんが組んでくださったので、ちょっとね、一緒に見ていきたいなと思います。では早速アイテムを見ていきたいと思います。 GU って本当に毎回可愛いですよね。何これ、こんなカットソーのもあるんだ。可愛い。こういうのとか1枚持っておくとすごい便利ですよね。似合いそう。こういうシャツもなんかお仕事でも着れるしいいですね。生地も結構しっかりしてますね。可愛い。結構今回アーストーンっていうんですかが多いですか。夏の終わりから秋にかけて、だからちょっとこういうアーストーンが多いかな。可愛い。ベージュとか大好き。ちょっとどうしようかな。じゃあまずちょっとこれ、このベージュのセットアップ着てみましょうか。はい、では着たいと思います。1着目、セットアップ可愛いですよ ね。夏ってセットアップ無理なのかなって思ってたんですけど、半袖、なんていうの、半袖ノースリーブ、ノースリーブベスト型、可愛いですね。多い、こういうの、結構多い。 GU って言われないと分かんないくらい高級感ありますよ ね。素材感もいいし、色味も、ちょうどいい。なんかベージュといいグレーの狭間みたいな、すごい綺麗な色ですね。バッグも高級感あって、サンダルもこれめっちゃ履きやすかったですね。可愛い。この肘が穴が開いてるなんて言えばいいの、変形ないですか。新しい、すっごい可愛い。こういうのなんかシンプルなデザインなんだけど、カットソーで遊んでる感じ、めっちゃ可愛いですよね。可愛い。色も淡いブルー、今年すごい私も気になってます。今年多いよね、ブルー。ジーパンもこれすごい足が綺麗に見えるような形で、すっごい履き心地良かったです、可愛い。サンダルも底がちょうどいい感じであって、すごい歩きやすかった。形もいいし、こういうパンツは1本は持っておきたいですよね。このクロシェニット欲しい。可愛かった。可愛いですよね、夏ってちょっと黒重くなっちゃうかなと思ってあまり選ばないんですけど、これくらい透け感、があると夏っぽくていいですよね。あとこのスカートズボンっていうんですか、初めて履いたんですけど私 2way ね。ズボンとしてもスカートとしても着れる。すごい、でも意外とフィット感あってね、おしゃれ感もしていいですよね。スタイルもよく見える。カチューシャの色も絶妙な色で可愛かった、カチューシャとか子供っぽくなっちゃうけど、こういうちょっと大人めな色味を持ってくると子供っぽくならなくて、確かにおすすめです。このロンパス欲しい。似合ってた。超可愛くないですか。これもう一色あるんですか。普通のね、デニムの色もあったかな。可愛いよね。黒も可愛いけど。黒も可愛い。中のこのシャツもすごく着回しできそうでいいですね。形もなんかピタッとしすぎず、すごいゆるっとしてるんだけど、でもラインがきっちり出てて、めっちゃ可愛い。これなんか中にオーバーオールってどうしてもカジュアルっぽくなっちゃうから、中にこういうきれいめな素材感とか持ってくると合わせやすい。かわいい。いやー、めっちゃいい。このコーデ好き。かわいい。いいですね。ちょっとなんていうの、サバンナにいそうな感じワントーン、ワントーン、可愛いこのなんていうんですか、スカーフをあえて
ベルトにするって結構上級者じゃないですか。ね、これなんか長めのスカーフだったから、いろんな使い方、バッグに巻いたりとかもできるし、ウエストに巻いたりとか、髪の毛とかにも使えて、もちろん巻けるし、めっちゃおしゃれ。このコーデ好き。大人っぽいんだけどおしゃれさもちゃんとあって、なんかできる女って感じ。可愛い似合ってる。可愛いこのコーデ。この水色かけるブラウン、マスタードカラーって結構上級者な気がするんですけど、どうです？そうかな、そんなことない。でもなんかあんまり選ばない色だけど、着てみると意外としっくりきて、やっぱブルーがね、今年はこういう色味の、さっきのロンティーにもあったけど、ね、この GU さんのブルーの色の出し方がすっごい綺麗で上品、素材感もいいよね、ちょっとヒロッとしてる、体のラインがそんなに出ないから、いいですね、こういうお洋服も。シャツもジーパンとかいろんな着回しができそうね。1枚持ってると便利なアイテムです、このコーデはめっちゃ好き。似合ってた。スタイルも綺麗に見えるし、パンツもピタッとしてるんだけど、でもラインがすごく綺麗で、足を綺麗に見せてくれる、と何より動きやすい。確かに柄もいいよね、ちょっと、花柄ともに。何柄だ、花柄かも、いやこのトップスもペローンとしてて可愛い上に、このニット、夏とか秋の初めのこういうサラッとしたニットって可愛いですよね。可愛い。なんかぼやけちゃうから足元はこういう黒とか、なんか締めると可愛いかなと思って、あえて黒を持ってきました。確かに黒があるだけで締まって見える、バッグも可愛い、このパープルっぽい感じ、ね。ビビさあ、ということで皆さん、 GU で1週間コーデお気に入りはありましたでしょうか。私はね、どれかな、でも結構このロンパースとこの白シャツを合わせたコーデはすごく好きです。ちょっと白 T でもいいんですけど、あえてこういった上品なブラウスを合わせてあげることで大人カジュアルになるんじゃないかなと思って、ちょっとこれね、私もゲットしたいと思います。ではみんなのお気に入りをコメント欄で教えてね。最後まで見てくれてありがとう。またね。